定刻になりましたので、第2回目の計算科学特論 B を始めたいと思います。本日もジャパンメディカルデバイスの南先生に講義します。本日はアプリケーションの性能最適化1と並列性能最適化という内容でご講義いただきます。では、南先生、よろしくお願いします。はい、それでは、第2回の講義を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。これが、講義全体の概要ですね。はい。このうちの今回はこの2回目になります。それで今回の講義内容ですが、まず最初に、反復法という計算方法があるんですが、それのお話をさせていただきます。それと次にアプリケーション性能の最適化、そのうちの並列化についてですね、大体どういう考えでやるのかというようなことを、お話しさせていただきます。で、その後に、並列性能のボトルネックっていうのを、何点か、こういうことがボトルネックに陥りやすいっていう話をさせていただいて、並列化の、いろいろ調べることがあるわけですけど、その辺の2点目に話した話の、簡単な実例ということで、4点目にお話しさせていただきたいと思います。はい。以上です。で、まずスーパーコンピューターを使うためにということで、まず最初に、この前もちょっとお話ししましたが、最初に、定式化、物理数学を使って定式化をというものをします。それで、これは変微分方程式とか、いろんな定式化がありますが、そういった、形で定式化するんですが、それを、コンピューターを使うためには、そのままじゃ使えないので、離散化ということで、これは四則演算の世界ですね、そこに落とし込みます。で、その離散化したものを、実際にどういうアルゴリズムを使って解くのかという、これもまた数学の世界になりますが、そういうことをやります。で、そこで、やっとプログラミングができて、で、その後に、スパコンを使うために並列化と、あと CPU 単体性能のチューニングということをやるわけですが、最初はちょっとこの2、3、5に関する話題ですね。それをやりたいと思います。これをやったことで、富岳とか、そういったスパコンが使えるようになるということになるわけです。で、1点目の話なんですが、前回の講義で、高並列化っていうのと CPU 単体性能の向上っていうのが、これが重要だということをお話ししました。で、ただし、その両方について、性能を出すためには、並列処理、高並列化についてももちろんそうなんですが、CPU 単体性能を上げるためにも、並列処理を、これを利用しないと、性能向上しないということを、申し上げました。で、今からご説明するのは、その並列処理できるアルゴリズム、それですね。それを採用することは重要というふうに前回言ったんですが、その並列処理できるアルゴリズム、その話題をちょっと1点目でお話しさせていただきます。で、これも1回目で少しご説明しましたが、まず例えば2次元の変微分方程式、これを先ほど言った離散化っていうのをどういうことをするのかというと、ちょっともう、再度の話になりますが、例えばこの丸1というこれが3つになるわけですが、この丸1について外側の外部の4点を使ってで自分自身と合わせて5点を使って計算するというようなことになるんですが、1については2と7が関係しますので、この1と2と7の、3つに関する式が1つできるわけです。で、次に2の、点に見ると、この1と2と3と、これ隠れてますが、8番。これの1と2と3と8番の未知数に関する式ができるわけですね。で、次にこの16番のこう点に見ると、10番と15、16、17、22番、10番と15、16、17、22番、これに対する式ができるということになります。で、これを見てみると、この1から42番まで6、7、42の未知数があるわけですが、42個の未知数に対する42元の連立方程式ができます。で、この係数の現れる場所を見ると、最初の式は1番、2番、7番。次は、1番、2番、3番、8番ということで、そこの部分に、係数ができる連立方程式になります。で、これちょっとしつこいですけど、重要な話なので、よく覚えておいていただきたいと思います。で、次に今度、その離散化についてなんですが、じゃあ実際、その先ほどの係数はどう計算されるのかというんですが、これはもう詳しく説明しませんが、連立方程式はこういう2次元の変微分方程式だったとします。このちっちゃな x とか y は、その x に関する微分とか、y に対する微分という、それを表します。で、こういう変微分方程式一般に書くと、その係数の先ほどのこの C ですね、この C っていうのは、ちょっとごちゃごちゃしてますけど、こんなふうな係数ですね。ここにシグマとか P が現れてきますので、P とか、このシグマとか、この F とかを使った、値を使ったこの係数が計算されます。これで、この C がこう作られるわけですね。だから、この C で計算される係数行列を作ってやると。で、それを解くというのが、こういうスパコンを使ってシミュレーションするというときによく使われるやり方になります。典型的なやり方です。で、ここは離散化されたら、これ、変微分方程式は微分方程式なんですが、ここは、こういうところはもう、プラスマイナスの、規則演算の世界になっているわけなので、これが離散化というやり方になるわけです。離散化してこういう係数行列を作るということですね。で、それができたら、42個の変数に対する42元の連立方程式になりますので、こういう A っていうのを係数行列とすると、X というのが未知数、42個の変数で、AX イコール B という、こういう連立方程式を解くということに、帰着するわけです。要するに、シミュレーションというのは、典型的に言うと、連立方程式を作って解くということになるわけですね。で、これは前回講義で見せました、結構複雑なシミュレーションである、UT ハートの心臓シミュレーションみたいなものを、結局はこれをやっているということになります。その係数の作り方とかがどんだけ複雑で、解き方がどんだけ複雑かっていうのが違うということになります。で、この解くということに関して、この反復法というやり方があります。よく連立一方程式、高校なんかで勉強するのはガウスの消去法とか、そういうのを使うやり方を教わると思いますが、それは、直接法というやり方なんですね。で、その一つのやり方として反復法というのがあります。で、これがよくそのコンピューターシミュレーションの世界では典型的に使われることが多いので、これをちょっと説明いたします。これもちょっとごちゃごちゃ書いてあるんですけど、やることはシンプルでちょっとご説明いたしますが、まずこの1番に丸1になるような連立方程式を解くというふうに考えるわけですね。その時に、その A っていう行列を、I っていう、単位行列ですね。対角が1で、あとは0だっていう単位行列引く B という行列に書き換えると。これはただ単に、A はi-b ですればいいだけなので、すぐ計算できます。で、これを、A に i-b っていうのを代入してやって、x をこうかけてやると、x イコール bx イコールスモール b っていうのを3の式ができるわけですね。これは ① と全く同じということです。で、これをあの、X を、どんどん一番最初に仮の X0 っていうのを作って、その B をかけて、スモール B を足すっていうのをやると、次の世代の X が出てくるわけです。できてくるわけですけど、ただ単にこういうことをやるわけなんですが、で、これを、どんどんこう計算していって、その極限でこう取っていって、この X の M プラス1っていうのが、まあ一つの X にこう収束したとすると、6になるわけですね。で、これは3の式と全く同じなので、つまりこれ3っていうのは、1と、全く同じことなので、連立一次方程式1を解くっていうことは、こういうふうにどんどんこの4に従って、収束するまで、x を計算するっていうことに、帰着するわけです。で、それが、もうどんどん反復して、x を求めるということで、この反復法という名前がついてます。で、シンプルに言うとこうなんですけど、この、その反復の仕方をどうするかっていうのが、まあ、反復法の反復法たるゆえんで、そこにいろいろやり方があるわけですね。で、ちょっと何の話をしてるんだろうっていうのはあると思うんですけど、結局ちゃんと並列化できるアルゴリズムを説明するということで、こういう話をしているので、ちょっとお付き合いください。それで、じゃあ今言ったように、こういう丸4でその反復させていくわけですけど、まあ、解くべき方程式をちょっと、まあ、ここで K にしちゃってますけど、AX イコール B をまあ K にしただけなんですけど、AX イコール K だというような、まあ、これをちょっと書いたと解くとします。で、その時にまた同じように A を、これ D っていうのは対角行列です。それで、E っていうのが、下三角行列。対角を含まない下三角だけ値を持っていると。で、F を上三角行列だとします。で、こう A を、まあ、こういうふうに置き換えてやるわけですね。で、同じように、この、A にこの D-E-F っていうのをこう入れてやると、それでちょっとこう、順番並べ替えてやると、こういう形になるわけですけど、これが、まず反復法のやり方の一つのやり方なんですね。それで、この D っていうのは、対角行列なんで、これはその対角の成分をひっくり返してやれば、分の1にしてひっくり返してやると、もう逆行列がすぐ求まりますので、この X の M 世代の M プラス1世代を計算するのに、その D のマイナス1と E プラス F かけるその X の M 世代をこうかけてやると。で、この K については D マイナス1をかけてやればいいので、これは、さっきのこのページのこのやり方はまあ原理を説明しただけで、このやり方じゃ計算できないんですけど、このやり方はちゃんと収束して計算できるということになります。これを点に運び法と言います。で、これをちょっとこの行列の形じゃなくて、成分の形で書いてあると、この9番っていうのは、こういうふうに、A の II かけるって、まあ、こんな式で書けるわけですね。それでこのシグマは対角成分だけ抜いた、行列をこうやって計算してやればいいと。だからもうこれ簡単ですよね。M 世代X の M 世代のやつに A で作ったこういうふうな行列をかけて、この K を足してやるとこうなると。で、これはまあ A の II で割ってやればこういうふうになるわけですけど、これはちゃんと点に運び法という反復法で収束するやり方になります。それでもうちょっと付き合っていただきたいんですけど、次にまたもうちょっと今の変形した反復法のやり方があります。これ E をさっき右側に持ってきたんですけど、右側じゃなくて左側に置いといてやると。で、F は上三角行列ですので、こういうふうな上三角行列に M 世代の値をかけてやって、これを計算してやると。これが、ガウス・ザイデル法というやり方になります。これを式に書くと、こうなるわけですね。で、この M プラス1世代のやつが、右辺に来てるわけです。さっきはここも M 世代のものを使ったんですけど、こういうふうに来てます。で、さっきの点、ヤコビとこの点ガウス・ザイデルでどこが違うかっていうと、この M 世代のものを使うのは点ヤコビだったんですが、それはこれ M プラス1世代のものをこれ点ガウス・ザイデルは使うので、こっちの方が収束が早いんですね。新しい値でものを使うので。で、こういうやり方もあるということなんです。で、これをやっとその参照関係で見てみると、こんなふうになるわけですね。M プラス1、M 世代のものが、ここに並んでると。で、M 世代のものから M プラス1、ごめんなさい。ものから M プラス1世代の、計算をするわけですけど、ここは、その、i 番目のやつですね。この M プラス1世代の i 番目のやつを計算しようとすると、こちら側は M 世代の i プラス1から n、だからこれよりも上の方ですね。i よりも上位側の M 世代の値を使って、で、こちら側は同じ M 世代の下位側の、値を使ってるわけですね。で、こういうこの参照関係を見ると、こういうやり方だということになります。ですから、M 世代のものを、M プラス、M 世代のものはもう全部分かっているので、結局変数としては、その M プラス1世代のものだけになるわけですけど、これを行列で書くと、下三角の行列だけが出てくるようなものになるわけです。で、これでちょっと重要なのが、この新しい M プラス1世代を計算するのに、古いここの隣、さらにまた隣のその点ですね、その値を参照するっていうのが、このポイントになるわけです。で、これは具体的に言うと、i 番目の x を計算するのに、i-1、もしくはもっと i-2 とか3とかですね、そういったものを使うということになるわけですけど、これを図にすると、この i 番目のやつを使うのに、これを使うわけなので、だから1番目を計算すると2番目が計算できる。1と2が計算できていると 3番目が計算できる。そこまで計算できていると4番目が計算できるということで、こういうその i 番目のを計算するために、その以前のこのループの、値を使うというのは、これはリカレンスの依存関係という、回帰参照という関係になります。で、ここで、前回お話ししたことをちょっと思い出していただけると、こういうものは、1、2、3、4、5ってこういう順番で計算しないといけないので、これは依存関係があるから、並列化できないわけですね。ということが言えます。ですから、その、このガウス・ザイデル法っていうのは、このままだと、並列化できない。だけど収束は早いと。で、ちょっと先ほどのこの点、ごめんなさい、点ガウ、ヤコビ法、これは全部 M 世代のものしか使わないということなので、これで言うと、もうこの分しか使わないので、これは並列化できるんですね。で、だけど、収束が遅いということで、こういう点ガウス・ザイデルみたいなものを収束が早くて、でも、リカレンスがあると。で、これをなんとかできないかっていうのが次の話題になるわけです。で、先ほど今ちょっと言っちゃいましたけど、前回ちょっとお話ししたように、こういうふうに並列度を使って単体性能も向上させるし、並列もちゃんとできるようにするということなので、こういうふうなそのリカレンスがあるものについてはその全然性能が出ないということになるわけです。で、このリカレンスをなくすっていうのが、現代のコンピューターを使う上で必須事項になっているということをお話してしましたけど、それに当てはまっちゃってるということになります。で、そこでどういうやり方があるかというと、先ほどのテンガウス・ザイデルは1からこうやって順番にこう計算していくわけですね。で、16を計算するときには15が計算できてないという、参照するからできてないといけないということで、こういうところで並列ができなくなっちゃうわけですけど、これはこういうやり方っていうのは、その計算順序をですね変更しても、これ1234ってこういうふうに計算しなくても、こんなふうに12345 6っていう、こういうふうに計算順序を変えてもちゃんと収束するっていうことが数学的に証明されています。そこでもともとのこういうふうな順序で計算してたのをこういうふうに計算しますということがまず考えられます。そうすると18を計算するときには1213を参照するので、これはこの 赤の線の上でループを構成すると、これはループ上のリカレンスがなくなるわけですね。だからこういうやり方がまず一つあると。ただしこの線ハイパープレーンって言いますけど、このプレーン同士のリカレンスはあります。だけどプレーン内の、ループはリカレンスはなくなるということが言えるわけです。で、もう一つあるのが、レッドブラック法っていうのがあって、まず黄色だけ計算します。12345 6と。それで次にそこでループを切って、次に青いとこですね、222324っていうのを計算するということにすると、これも、青を計算するときには黄色しか参照しないので、そうすると、その黄色と青の中は、リカレンスがなくなって並列ができるということになります。こういうやり方があるんですね。これはぜひ覚えておいていただきたいと思うんですが、こういうやり方で、ループを構成してやると並列計算ができるようになって、しかもその収束が早いガウス・ザイデル法を使って計算ができるということになるわけです。この辺はですね、計算機によるこういう本がありますので、ぜひちょっと見ていただけるとありがたいと思います。これが、一つのやり方なんですが、もう一つですね、よく使われるやり方で、教育購買法っていうやり方がございます。これもちょっとだけ説明します。だいぶ時間になっちゃうんで、もうちょっと簡単に説明しますが、こういうふうな f(x) がこういう丸1の式があったとします。これを微分すると f'(x) 微分すると ax イコール b ってなるんですね。で、イコール0。だから、この丸1の式を最小化するっていうのは、この微分したやつがイコール0を、解くことだということに、帰着するわけですね。逆に言うと、ax イコール b イコール0っていうのを解いてやると、この最小化問題が解けるということになるわけです。で、それと同じようなことをですね、この2次元のこういうふうなもので書いてあります。f(x) を定義してあります。そうすると、ちょっともうこの辺はもうごちゃごちゃして飛ばすんですが、最終的に6番になって、6番っていうのは行列で書くと ax イコール b っていう行列になるわけですね。式になるわけです。ということは、この連立一方程式のこれを解くっていうことは、7番を解くっていうことは、この丸3の最小化問題、f(x) が最小化するところの x を求めようと。その求まった答えが ax イコール b の答えだということが、この辺をちょっと計算すると分かります。というようなやり方があるんですね。で、これを、使って、反復して解くのが、その教育勾配法という、CG 法というやり方です。で、この丸3の最小化問題をどうやって解くのかっていうのは、ちょっとここではもう全然時間がないので説明しませんが、この辺はですね、丸3を求めるためのアルゴリズム、最小化の問題を解くためのアルゴリズムは、まあ、例えばこういう本を見ていただけるといいと思います。で、そこに書いてあるその答えがこんなふうなことなんですね。まあ、結局、どんどん元の、A っていう、こういうその解きたい行列に対して、まあ、内積を作って、こういう内積を作って割ってスカラを求めて、そのスカラでその P っていうのを、かけて、その元々の X に、X プラス1をして足して、X プラス1を求めて、また残差を求めてとか、またベータっていう値をこれで求めて、で、それで P を求めると。で、またここに戻っていくわけですね。まあ、ここで分かるように、その X というのから、xi から xi プラス1をどんどん求めていくことで、その答えを求めていくっていう、そんなふうな、アルゴリズムになります。で、この証明は、まあ、ちょっとさっきの本を見ていただくと。まあ、ちょっと不思議だと思いますけど、まあ、それは本を読んでいただきたいと。そうすると、これを使うとですね、n 弦の連立乗方程式、例えば100弦の連立乗方程式は、まあ、たかだか100回、こう、繰り返しすれば、必ず求まるという、そういうふうな証明ができます。で、ここまでだと、なかなかその 100万件とか1億件だと1億回、繰り返しなきゃいけないのかってことになって、あんまりうまくないんですけど、これが、まあ、何十年か前にですね、その A っていう、この行列が、その、単位行列、まあ、固有値がこう重なってると、密集していると収束が早くなるという、そういう性質を持つというのが分かって、次のその前処理付き CG 法っていうのがこう流行ってきました。で、これもですね、ちょっともう、時間がなくなってしまうので、詳しく説明しませんが、まあ、非常に A に近い A っていうのに近い、行列 M っていうのを考えてそれを、作ってやるとそれでこういう U を作ってですねそれを作ってやるとこの A っていう行列が非常に単位行列に近くなるっていう、まあ、そういうことをちょっとここで言ってます。もうちょっとこれ説明すると時間がかかってしまうので、説明しませんが、この A っていう単位行列が、A っていう、A バーっていう、A チルダーっていう行列が単位行列に近いと。ということは、さっき言ったように、固有値が、行列の固有値がこう密集してる。だからこれは早く解けるんだっていう、そういうふうなですね、ことになります。で、こういう形にすることで、その CG 法っていうのが、ものすごく、使われるようになって今、まあ、CG 法だけじゃないんですけどこれと似たようなですね、やり方のその連立乗方程式の反復法がございましてそれが非常に今よく使われています。それでちょっとここでご紹介いたしました。で具体的にはですねどういうふうなそのさっき近い行列を作るって言ったんですけど、A に近い行列を作るって言ったんですけど、どういうふうな、行列を作るかっていうと、これが不完全コレスキー分解っていうやり方があります。もうこれもちょっとあんまり詳しく説明はしません。元々のこの行列があって、これ、まあ、勉強された方もいらっしゃると思いますけど、コレスキー分解、完全コレスキー分解という方法があって、これは直接法です。これ直接法にするとですね、ここの、成分がこう全部出てきて、この帯行列が全部埋まってしまうような形になるんですね、この答えっていうのは。そうするとですね、それを解いちゃうことになるので、で A に近いその行列っていうことで、それを全部解かないでもともとの行列のあった成分のとこだけ、出てくるような計算をしてやります。これ式分解をしてやります。そうするとこの全部密集して値が出てこないので計算は軽いわけですね。でしかもこの不完全コレスキー分解をした、値その行列をかけてやるともともとのこう A に近い行列になるということで、先ほどのこういう条件を満たす A ができることになって、こういうことを不完全コレスキー分解っていうのをやってやると、結構収束しやすい CG 法で収束しやすい連立値方程式に作り変えることができるということになります。ちょっとこの辺飛ばしちゃったんですけど、興味のある方はですね、ちょっと先ほどの本とかを読んでいただけると非常に分かると思います。それで、先ほどの、前処理がついてない、CG 法のアルゴリズムを、お示ししましたけど、前処理がついた時の CG 法のアルゴリズムっていうのはこんな風になって、ここが違うだけなんですね。この赤線引いてやるところが違うだけで、あとは、同じなんです。で、じゃあ、ここの赤線引いてるところだけ何が違うかというと、こういう形になります。これ、赤線で引いたところのちょっと1個の例を、この部分をちょっと取り出しただけなんですけど、ここを解くってことになりますが、LLT、これが不完全コレスキー分解で出てきた、行列ですね。で、これの逆行列を求めるってことになるんですけど、これはこの逆行列ですから、LT のマイナス1と L のマイナス1をかけて R イコール X を解くということになります。で、この L-1R っていうのを Y と置くと Y イコール L-1R ってなるわけですけど、これをこれ逆行列ですので左側に持ってくると L になるわけですけど、 Ly イコール R という形になります。で L っていうのは下三角行列なので、これをそのままこうかけてやると L11Y1 イコール R1 で、こういうふうになるわけですね。L21Y1 イコール R2。で、これをまず1番目のこの1段目の式は Y1 イコール、もうL11 で割ってやればいいので、これでできるわけですね。で、次にこれを2番目の式を Y2 イコールっていう形にしてやると、まあ L22 で割ってこういうふうにしてやればいいわけですね。そうするとこれ Y1 がここで求まっているので、これ入れてやれば、この係数は求まってるし、右辺は求まってるので、もうこれ計算できるわけですね。で、次の3番目のやつは、こういう式になってるんで、Y1 と Y2 がここで求まってるんで、Y1、Y2 を入れてやると、もうこれ計算できて、Y3 が計算できるということになります。ということなので、これは、1個ずつこうやって上から前進で代入処理してやっていくと、全部Y1 が求まるっていうことになるわけです。で、こういうやり方で、計算数の前進代入処理っていうことになるんですけど、で、じゃあさっきのこの y1 イコールっていう式があったので、これが y1 がここで求まってるので、これが y っていうのが求まってるので、これが y なので、これをイコール x というのをまた解いてやればいいわけですけど、これは逆に言うと、今度この lt っていうのが上三角行列なので、今ここでやったことを下側からこうやってやればいいわけですね。で、これを交代代入処理と言います。ということで、結局先ほどのこの、CG 法のアルゴリズムにこういう前進代入処理と交代代入処理をこういったところでやってあげることをやればいいということになるわけですね。前処理付きの指示法っていうのがっていうことです。で、これ、ちょっと、もうちょっとだけやると、交代代入は、この9番目のやつを求めるためには、この10番目の結果を使って9番目を求めると。で、こうどんどんやっていって、2番目のやつを求めるには、2と3と7っていうところに係数があるので、この係数を使って、これ行列ベクトル、これ X というベクトルをかけてるわけですね。3番と7番が分かれば2番が解けるということですね。こんなことをやって10を計算して9を計算する。で、8を計算する。7を計算する。6、5、4って計算していくと、2を計算するときには7と3は求まってるんで、もう計算できると。こんなことをやってあげるということです。で、これを見てみると分かるように、先ほど言ったように、ここの変数に関してループを回していくと、下側から計算すると、9は計算するためには10が分かってなきゃいけないし、2を計算すると3と7が分かってなきゃいけないので、これは本質的にリカレンスが発生しているということになるわけです。で、これもどうやってやるかというと、先ほどの、この参照関係っていうのは、先ほどの、ガウス・ザイデルの、法と同じような参照関係になるんで、これは、同じようにそのハイパープレーンとかレッドブラックのスイープにしてやるということで、並列性を、担保することができて、ハードウェアの、その計算機の、並列で計算するっていうその特徴を生かした、高速な計算が可能になると、そういうアルゴリズムになるということになります。はい。というようなことをご説明いたしました。で、ちょっと馴染みのない方にはなかなかややこしい話だったかもしれませんが、ここで一応その前回お話しした並列度っていうのを生かしてやらないと単体性能も出ないし並列化もできないということは、並列化できるアルゴリズムを採用しないといけないと。で、並列化できるアルゴリズムっていうので、反復法っていうのがあるんだけど、反復法ももともとの計算順序じゃ、並列できないんで、今ここに書いてあるような計算順序を変えてやるっていうことによって、ガウス・ザイデルの方法とか CG 法っていうのも、前処理付きの CG 法っていうのも、並列化できることができますというお話をしました。とにかく、並列化できるアルゴリズムでないと性能出ませんっていうのだけをまず覚えておいてください。それが現代の計算機の、宿命です。はい。で、次の、ここで話題を変えますが、アプリケーションの性能最適化ということで、高並列性の最適化という話題を次からちょっとお話しすることになります。これ、前回ちょっとお話ししましたけど、以前はその理論に忠実な分かりやすいコーディングをしてやればよかったんだけど、アプリケーションの超並列性を引き出すとか、プロセッサーの単体性を引き出すということをやるために、こういう忠実なやつをちょっとやっぱり書き換えないとなかなか性能出ませんよと、そういう書き方をしないといけませんよということを申し上げました。で、これがやっぱりその10万行ぐらいのプログラムになっちゃうと、結構大変なんですよね、こうやって書き換えるっていうのが。要するに性能を出すために並列化をして単体性能を出すというふうに書き換えるのがなかなか大変だと。頭からそれを、意識して一から作ればいいんですけど、なかなかそうもいかなくて、今までのプログラムをなかなか性能出るように書き換えなきゃいけないっていうこともいろいろあるわけですね。で、そのためにはどんなことをしなきゃいけないかということをここからちょっとご説明するということになります。その性能最適化技術の概要と書いてあるんですが、その並列化と高並列と単体性能、両方書いてあるんですが、まずその両方を睨んでですね、現状認識ということで、ソースコードをまずもういろいろ調べないといけない。で、これ一から作る人の話じゃなくてですね、もともとプログラムがあるんだけど、それどうしたら早くできるでしょうかという話になります。まずソースコードの調査を調べないといけない。それでいろいろ測定してですね、要するに性能をいろいろ測定して評価しないといけない。そういうやり方があります。で、それをやった上で、じゃあどこが一番大事なのかっていうのを決定しないといけません。で、まあそういうことをするために、その問題点の、評価、そういったことを考えなきゃいけなくて、問題点を把握するために評価法があります。まあ、今回はちょっとこの辺をちょっと説明いたしますので、まず最初に、このソースコードの調査、測定、評価法、計算、通信管理の決定と、この辺をまずちょっとざっと説明いたします。で、まあ、あれはね、チームでこう理系の時も仕事してましたが、よくやるやり方なんですが、まずソースコードのを調べるんですけど、まずこういう構造ですね、プログラムの構造をまず最初にこう調べます。で、これもプログラムってそのサブルーチンごとに書かれたりとか関数ごとに書かれているので、なかなかそれが見づらいんですけど、どういうこう頭から呼び出し構造になってて、どこにどういうループの制御構造があって、if の制御構造があって、っていうことをやっぱり最初に調べます。でこれが調べないとなかなかですね、難しいんですね。それなんでかっていうと、ここがでソースコードをこうやって書いた上で、ここがそのどういう処理ブロックになってるかと、まあ、こういう物理的とか数学的にこういう処理内容になってますみたいなことをまず調べないといけない。で次にここはどういう物理的で、処理になってるのかというようなことをやっぱり処理ブロックっていうのをきちんとその把握していくようなことが大事になってきます。で、そこが分かったら、そのブロックごとにですね、処理ブロックごとに実行時間を測ってみて、それで並列化をして、並列で動かしていったときに、どういう挙動を示すかというようなことをちょっと調べないといけないんですね。で、ちょっと、まあ、話の前提として、ある程度、もう並列化されちゃってるんだけど、どこがまずいんだろうっていうのを調べるみたいなやり方になってるんですけど、まあ、花からこう並列化されてないのをやるときにも、やっぱりこの、ソースコードを調べて、物理的な処理内容を調べてのをやんなきゃいけないわけですね。で、そういうそのブロックごとに、この実行時間とかスケーラビリティを調べるというのは結構大事になってきます。で、そこが、演算とか通信特性がどうなってるのかと。そのブロックは部分的にしか並列されてないとか、完全に並列されてるとかですね。その中に通信があるんだけど、それは隣接の通信なのか、ちょっとこの辺はまた後でお知らせします。もっと、全体的な通信なのかとかですね。そういったものの特性を調べると。それで、演算とか通信の見積もりですね。演算量は、まあなんか体系を示すパラメータが N だったら N に比例してるのかとか N の3乗に比例してるのかとかですね、まあ、こんなことを調べていくと。で、じゃあ結局ここが一番大事な関連になりそうだなと、計算科学的に見るとここの性能が一番大事になってくるかみたいな、そういう関連を選んでいくみたいな、そういう形になります。で、このちょっと実例は後でちょっとお見せしますので、まあ、こんなことをやるんだなっていうことをちょっと方法論としてやるんだってことをちょっと、覚えておいていただけるとありがたいかなと思います。それで、なんでその測定とか評価っていうのをブロックごとにやんなきゃいけないかっていうとですね、これ実際にやった例なんですけど、そのブロックごとに挙動が違うんですね。これ並列数を増やしていったときに、ここのブロックは、まあ、こういう、その並列の挙動を示してるけど、こういうところは全く全然並列しても性能上がらないとかですね、もうちょっと全然その挙動が違うわけですね。だからそのブロックごとにやらなきゃいけないと。で、さらに、よくその実行時間みたいなやつはサブルーチンごととか関数ごとに調べる機能は、よくメーカーなんかのツールであるんですけど、サブルーチンとか関数っていろんなところで使われてるんで、それが全部ごっちゃに出てきちゃうと分かんないんですよね。だから、この処理ブロックにもこの処理ブロックにも同じ関数が使われてるんだけど、結局そのブロック全体としてどうなってんだみたいなことが分かんないので、まあ、結局その処理、物理的に意味のある処理ブロックごとにこういった測定とか評価をしてやってやらないといけないということになります。で、まあ、ここの、現状認識のところはちょっとご説明したので、今度、問題点の把握というところになりますが、そこにもちょっと評価法みたいなのがありますので、それをちょっと説明いたします。ここで、ストロングスケールによる評価っていうのと、まあ、ウィークスケールによる評価っていうのが、ございます。それをちょっと説明しますと、まあ、1ノードで、まあ、ここで言うと 4×4×10 個の、メッシュがあったとします。で、それを2ノード分割したときには 4×4×5 を計算すると。20ノードでやったときには 2×2×2 に分割するというような、これで、その実行時間とか性能っていうのを測っていくっていうやり方があります。ただ、これ、問題を1個ですね、用意しておいてやれば、あとは何ノードで実行するみたいなことを指定してやるだけで楽でいいんですけど、ちょっとなかなか並列時の挙動が見えにくいってことがあります。それに対して、ウィークスケーリングっていう評価のやり方があって、これは、1ノードで、この体系をやったら、今度2ノードに増やして、2倍の体系を計算する。10ノードに増やして、10倍の体系を計算するという、まあ、そういうやり方があります。で、これはですね、この1ノードの時の問題とか2ノードの時の問題、10ノードの時の問題で、ちょっとインプットをですね、こう、別々にこう作ってやらなきゃいけないんですね。そういうのがあって、ちょっとめんどくさいんですけど、ただ、並列時の挙動はこれでやると見えやすいということになります。これはちょっと後で、なんでかっていうのを説明いたします。こういうウィークスケーリングとかストロングスケーリングっていう評価の方法がありますよということです。で、ウィークスケーリングで、まあ、なんでそれが見えやすいのかっていうのをちょっとご説明すると、まあ、これ、前回1回目の時に、ご説明しましたけど、100秒のうち1秒だけ、並列化できてないところがあると、性能が上がらないよっていうお話したと思うんですが、まあ、それと同じで、逐次で実行した時の実行時間を TS だとします。で、並列化できる部分、さっきのところで言うと 0.99 ですね。この例で言うと 99% 並列化できる部分。で、並列化できない部分が 1% だったとすると、この α っていうのは並列化率が 0.99 になるわけです。で、非並列化率は1から引きますので 0.01 になります。それで、じゃあ今度 N 並列での実行時間を考えてやると、1並列でやった時の時間が TS だとすると、α の部分は N 並列でやると、並列化できる部分なので N 分の1になるわけですね。だけど 1-α の 1% の部分は、これは、並列化できないんで、そのまま残るわけですね。これ、さっきのこの図をこの式にしただけです。で、じゃあ、これで、今度、ウィークスケールで、tn の時に、まあ、この状態だったのを2倍にしてやるわけです。2n。そうすると、実行時間は体系が2倍になってるんで、まあ、そのまま2倍になるわけですね。で、それを、n が2倍になってるんで、2倍、2の n で割るので、なります。で、次にこのところは2の TS がかかるだけで、全然これ、何も変化ないようですね。で、これ割ってやると、この部分は2がかかってて2で割るんで、これと同じになるわけですね。で、だけど、この部分は2倍かかっちゃってるわけですね。ということは、並列度が、2倍に、ウィークスケールで測ると2倍になると、非並列がなければ、全く実行時間変わらないと。だけど、非並列の部分が残っていると、そこがどん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 大きくなるっていうのが見えるわけです。まあ、つまり、こういうふうに実行時間がウィークスケールで測ってやると、全然一定になってると、非並列の部分はないなって分かるんですけど、どんどんですね、これが増えていくと、この非並列の部分が悪さして、どんどん実行時間が増えていくわけです。だからそれを観察することによって、非並列部分があるないっていうのが分かりやすいっていうのがウィークスケールの、特徴、いいところっていうことですね。だからこれでやってると、こういうことができると。で、それで、ウィークスケールっていうのは、分かりやすいんだということになるんですが、あと、通信っていうのがちょっと性能には関わってきます。その説明をちょっとしますと、これも1回目で見せましたけど、並列っていうのはこうやってプロセッサーを分割して計算して通信時間があるんだよということを言いました。で、通信もタイプがあって、隣接で隣同士で通信するっていう隣接通信っていうタイプがあります。それと、そうじゃなくて、今度通信時間がもうちょっとこの隣接にかかるんですけど、待機通信っていう全部のやつと全部みたいなものがあります。これは帯域通信と言います。隣接通信と帯域通信というのがあるということです。それともう一つ、計算時間がこれ全部同じ計算時間がかかるというふうに想定して図ができてますけど、これをバランスが悪いやつもあるんですね。計算時間のバランス、それをロードインバランス、計算時間のロードインバランスと言いますが、こういうその性能を並列性能と見るときには、この隣接通信、帯域通信、ロードインバランスという、そういう要素が関わってきます。それで、その通信については、ちょっと具体的に言うと、こういう MPA っていうのを使うんですけど、こういうのが隣接通信ですね。だけど、その帯域通信っていうのは、一つのやつを全部にばらまくとか、全部のやつを一個に集めるとか、あと、全部のやつを一回集めて全部に、ばらすとか、全部の持ってるやつを収集して、やるとか、1個持ってるやつを全部に、分配するとかですね。こんなふうな、隣接通信はもうこのパターンはこういう感じなんですけど、帯域通信は、いろんなタイプの通信があります。はい。だから隣接と帯域、それとロードインバランスが重要だということになります。で、その今、説明 したので、超高並列を目指した場合の、何が重要かっていうと、さっきそのブロックごとに、チェックしてくださいねって言いましたけど、そのブロックごとに先ほど言ったような非並列が残ってるか残ってないかっていう、それが、重要だということになります。それを評価するのが重要になってくるわけですね。それとあと、隣接通信の通信時間が超高並列の時にどれぐらいの割合を占めるかっていうのも重要になってきます。で、帯域通信時間もこれも、超高並列でどうなるかっていうのは、どれぐらい増大するかっていうのが大事になってくると。で、あと、ロードインバランスが超高並列の時に悪化するのかしないのかと。こういうのが重要になってくるということになります。で、これらを評価するのに、さっき言ったようなやり方で、ターゲット問題、どれぐらいの問題解きたいのか、それをどれぐらいのノード数で解きたいのかっていうのを、ちょっと決めてやったらですね、で、1プロセッサーの問題規模がターゲット問題と同程度で、なってるのを、できればウィークスケーリングで、実行時間、ロードインバランス、隣接通信の時間、帯域通信の時間、これを分けてですね、測定、評価するっていうのが、大事になってきます。必ずこれをやります。で、これをやらないと、自分の並列がうまくいってるのかどうかは全く分かんないんですね。で、ウィークスケーリングって言ったんですけど、問題によってはですね、なかなかウィークスケーリングで測るのが難しいのもありまして、そういう時にはストロングスケーリングで、最初のうちはちょっと100ノードぐらいまでは、ストロングスケーリングでやってみてもいいんですけど、それでなんか全然速くなってないんであれば、全然問題があるということなので、根本的な問題があるんで、それを解決するしかないので、ちょっと大並列を目指したみたいなことを言う前に、問題が起こっているということなので、なんとかするわけしかないわけですね。ただやっぱり大並列を目指していこうとすると、こういったことをちょっとウィークスケーリングでやってやるっていうのが、結構、性質を見るのにいいやり方になります。で、どうやってやるかというと、さっき言ったように、まず演算時間については、ウィークスケーリングで測れば、問題がなければ一定時間だけど、問題が残っているとどんどん増えていくということになるわけです。で、リーセ通信も、問題がなければ、一定の時間になるはずなんですね、ウィークスケーリングでやっても。だけど、これが隣接通信がウィークスケーリングで測って、なんか増えちゃってるっていうと、期待したような形になってないということで、問題があるんだなということが分かります。で、帯域通信っていうのは、先ほどの図で見ても分かるように、ノード数が増えれば増えるほどですね、これで、ノード数が増えれば増えるほど通信相手が増えるので、これはもう増えるんですよ。だけど、それは、帯域通信の増え方っていうのは、基礎性能を見れば、どれぐらい増えるか分かるんで、その基礎性能の範囲内で増えるんだったら問題ないんですけど、それを超えて増えてんじゃないかみたいなやつはちゃんと見ないといけないということですね。まあ、そういう意味で、こういうことを先ほど言ったブロックごとに、ちゃんと演算、隣接通信、帯域通信、あとロードインバランスっていうのをブロックごとに見てやると、自分のその並列プログラムっていうのはうまくいってるのかうまくいってないのかがよく評価できますよっていうことを説明したわけです。まあちょっともう言葉を説明しましたね。で、これが例なんですけど、これはもううまくチューニングした後の、例なんでうまくいってるんですけど、これピンクがですね、全体の実行時間なんですけど、これ、並列度を増やすとこう増えちゃうわけですね。で、これもブロックごとに、4つのブロックでこうやってるわけです。ブロックごとにやってるわけですけど、増えちゃうんだけど、例えば黄色は、演算時間で、これは、ウィークスケールで測ってるので、全然増えてないということが分かってて、これ問題ないと。まあ、これちょっと増えてるんですけど、まあ問題ないと。で、隣接通信はこの、水色ですね。こういうのは増えてないと。それとあと、これもそうですかね。それと、これ違う、帯域通信ですね。で、あと、濃い、青は、帯域通信ね、やっぱり少し増えていくということになってます。で、これも、だから、想定範囲内かどうかを評価するわけですね。こんな感じで、そういう評価がちゃんとできるようになります。それと、あと、これ1000プロセスと8000プロセスで実行した例ですけど、これ、演算時間は1000と8000でウィークスケールで測って全然増えてないと。だけど、帯域通信が結構増えてると。で、隣接通信は増えてないと。こういう評価ができる。で、ここは主にそのロードインバランスを見てるんですけど、これ、横軸がプロセス番号なんですけど、そのプロセス番号ごとに、あるところは実行時間が短かったり、実行時間が長かったりとかしてなくて、ロードインバランスがちゃんと取れてるということが、これでちゃんと評価できてるということになります。はい。で、まあ今言ったようなことをやると、ちゃんとこういうふうに評価できて、まあこれは両方とも問題がない例なんですが、わかりやすいと。で、次がですね、これが、ウィークスケールがちょっと難しかった例で、これストロングスケールでやった場合なんですけど、これがですね、こういう時には、これもやっぱりブロックごとに分けてあるわけですね。ブロックごとに分けて、それでこの黒い丸がついてるのが、これが、理論的な性能がこうなるだろうっていう、実行時間こうなるだろうっていう線なんです。で、こういうのをですね、ストロングスケーリングでやろうとすると、事前に評価しないといけないんですね。で、こうなるだろうっていうことをこう予想してやらなきゃいけない。で、これはピンクが実測値でよく合ってると。これがやっぱりちょっと面倒くさいですから難しいんですよね。まあ、やればできるんですけど、結構こういうことをするのは難しい。まあ、これもそうなんですけど、黒がこうなってるんだけど、ピンクはこうなってる。で、これはちょっと合ってないんですけど、まあ、一応、ただ、それ以上の性能、予測以上に出てるということで、やっぱりちょっとストロングスケーリングを使うと、こういうことをしなきゃいけないので、ちゃんと性能が出てるかどうかっていうのは、ちょっと判別しづらいんですよね。まあ、それでウィークスケールでやった方が結構よく如実に分かりますということでご紹介したわけです。というところまでで、じゃあ実際にどんなことを、すればいいですかっていうのをちょっとご説明しました。公平列をやるためには、どういう調べ方をすればいいですかということをご説明しました。で、ここからが3つ目で、並列性能がボトルネック、どんなのがあるかと。だから先ほど今説明したようなやり方をやるとですね、ここに書いてある6点の、ことが大体原因じゃないかということに帰着するっていうのが、まあ、我々のちょっと経験上できているので、そういうことをちょっとご説明したいと思います。この6つですね。はい。で、まあ、これは徐々にちょっと次のページから説明します。まずアプリケーションとハードウェアのミスマッチっていうことなんですけど、これちょっとまあエネルギーバンドとかいろいろ書いてありますけど、まあ、要するに1回目で説明した原子の計算みたいなやつですね。原子の計算で、まあ、こういうふうにどんどん分割して並列化していくわけですけど、その原子1個あたりに電子が2個軌道があると考えると、それが並列化できるというふうに考えると、原子が、N 原子だったとすると2倍の 2N 軌道、まあ、エネルギー、それが並列化できるということになるわけです。だから1万な N が1万なら2万ぐらいが並列化できる。だから最大並列化しても2万なんだけど、実際はその1エネルギー軌道だけで1濃度で計算して、全然そういうのは性能出ないので、まあ、せいぜい2万並列ぐらいあっても、2万軌道ですね、エネルギーバンドともうちょっと言いますけど、エネルギーバンドがあったとしても、せいぜい数百並列ぐらいが限界になるわけですね。で、そのアプリケーションとソフトウェアのミスマッチっていうのは何かっていうと、例えば富岳なんかは15万ノードとかあるんですけど、15万ノードの並列度を持ってるのに、アプリケーションがせいぜい数百ぐらいの並列度しかないとすると、それはもうそのアプリケーションの並列度とそのハードウェアの並列度がミスマッチしちゃってるってことですね。まあ、実はそういうふうなアプリケーションの並列度をここで言うと2万しかないんだけど、それをもっと上げる、並列を上げるってやり方があるんで、それは3回目の講義でちょっと説明しますが、こういう場合はこのアプリケーションについてもっと並列度を使いたいということであれば、そういった工夫をしてアプリケーションの並列度を上げてやるということをやんないとダメだということになるわけです。で、次に非並列部の残存ということで、例えばこれなんかだと16、32、64、128で経過時実行時間がもう64、128で差散っちゃってるわけですね。でもうこれだから16から32で半分になってないしということで、もうこれなんかだともう完全に、まあ、何万並列なんか全然使えるわけなくて、まあこれ全然ダメですねっていう、まあそんな感じになってるわけですね。でこれの一つの例として非並列部の残存というのがこれ原因でして、ちょっとこれ1回目にもちらっとお見せしましたが、この赤い部分だけがその先ほど言ったエネルギーバンドという、さっき2万の並列って言いましたけど、そういう並列がされてるところなんですね。ただこの青い部分っていうのは全然並列化されてなくて、全然残ってるわけです。まあ、そういう意味で先ほど言った非並列部は1回目も言いましたけど、なるべくなくさないと高い並列度になりませんって言いましたけど、そういう状態になっているということですね。まあ、そういう意味で2つ目の原因としては非並列部の残存というのが大きな問題になるということです。でもう一つは、待機通信におけるまあ、大きな通信サイトが通信回数というのが問題になる場合があります。一つはもう総和計算ですね。このプロセッサーが1からPN まであったとすると、それらでこの、ベクトルみたいなデータをの全部のデータについて総和を作ろうと計算したいというようなときに、あんまりうまくないプログラミングだと、まずこのベクトルデータを全部総和取って、で各、プロセッサーで総和っていうのは総和を取って全プロセッサーにその値を送るということなので、ものすごい量のデータを送って、その送ったデータで各ノードの中で総和計算をするという、そういうプログラミングになってると、この総和で送るその通信の量がものすごくでかいわけですね。でそんなことしなくても、各ノードの中で総和を取って、そのスカラーになったデータを総和取ればいいわけですね。これだと総和の通信量が減るわけですよね。いや、実際こういうことしてるプログラムもあるんですよ。というので、そういったことをしてませんよねと。だから帯域通信における大きな通信サイトが通信回数は問題になるので、それはなるべくやめましょうねということを言ってます。そういったことをやる場合もあるし、あと、帯域通信の最適化された通信ライブラリっていうのは、各センターで用意されているので、最適化された帯域通信のライブラリを使いましょうと。されてないやつも結構あるんですよね。だから、なるべく最適化されたライブラリを使いましょうとかですね。あとは、帯域通信のライブラリで可能なことを、自作のプログラミングで隣接通信を使って自作してるみたいな、そういうこともあるんですよ。実はあんまり気がついてなくて、それ帯域通信のライブラリでやればいいですよねっていうのを、自作で隣接通信でちまちまやるみたいなこともあるので、そういった時にはこんなふうに通信時間がガバッとかかっちゃって、非常に効率が悪くなるというようなことが起こります。そういったことは避けましょうみたいな、そういうことを言っております。それと、これなんかの例ですと、演算時間は徐々に少なくなってるんだけど、通信時間がすごく増えちゃってるんですね。どんどんノードを増やすとどんどん出る。で、この例は、フルノードで、さっきちょっと通信種類を言ったんですけど、あれ以外にですね、オールトゥーオールっていう通信があって、全のノードの全て対全ての通信があると。そういったものが、通信がある場合があります。で、そういったのは、原理上なくせない場合もあるんですけど、実は、次回ちょっとお話しますが、並列の軸を追加するってことによって、その、オールトゥーオールっていうのは FFT の処理なんかでよく使うんですけど、その、並列する、範囲を全対全じゃなくて、もっとローカライズできるというやり方がありますので、そういったことをやって、フルノードにおける帯域通信を抑えるみたいなことが考えられます。あとは、フルノードの帯域通信っていうと、さっき言ったCG 法みたいなところで内積計算みたいなのが出てくるんですけど、そういったのは絶対やんなきゃいけないんで、なくせないんですけど、その辺はそのハードウェアの高速なハードやシフト機能みたいなやつがある場合もあるので、そういったものを使いましょうと。それで、なるべく、フルノードにおける帯域通信を効率的にやりましょうというようなことが考えられます。あと、隣接通信でも大きな通信サイズとか通信回数っていうのが問題になる場合があります。先ほど、ハイパープレーンっていうやり方をやれば、並列ができますよってことを申し上げたんですけど、その通りで、その赤い軸のプレーン内は並列化できて効率がいいんですが、そのプレーンごとにですね、リカレンスが残るんで通信しなきゃいけないんですね。それが今、こういう図なんですけど、隣から隣に通信してるんですね。で、これがその隣接通信ですごいネックになる場合があります。で、その時には、こういう通信をしないようなアルゴリズムがありますので、そういうアルゴリズムを使って、なるべく隣接通信における大きな通信とかサイズの通信回数っていうのを減らしましょうっていうやり方もございますということで、こういった工夫も必要になる場合もあります。あと、中途半端な並列化っていうのは通信性能の悪化を招く場合もありますので、これらの詳細については3回目の講義で説明するということになります。で、あと、ロードインバランスが発生するっていうのがあるんですけど、これはですね、ちょっとあんまり一概には言えなくて、一つは粒子の計算みたいなもので、時間が変わっていくと、その粒子のバランスが変わっちゃって、ロードインバランスが発生するっていうようなことが多々あります。そういった時には、動的にその負荷分散を測る、取ってやるというような方法で、そういったのが研究されているので、そういった手法を取るという場合もありますし、またあとシステムの外乱が原因になるみたいな場合もありますので、その辺もちょっと3回目以降に少しちょっとご説明、時間があればやりたいと思います。で、実際にそういうことが、ここまでは、これ並列度なんですけど、並列度、ここまではあんまり出てこなかったんだけど、あるところから急にロードインバランスが発生して、実行時間がかかるようになったっていうような場合がありますので、こういったものもちょっと大事な要素になってくるということになります。というところで、ちょっとざっと並列度で問題になる点っていうのをちょっとご説明、いたしました。で、最後の話題は、ここでですね、ソースコードの調査とか、通信関連の決定とか、問題点の評価法っていうのをちょっと口頭で、スライドを使ってご説明しましたけど、このちょっと実例っていうことをですね、簡単な例をですね、ちょっと示したいと思います。これ、先ほどこういうふうに説明したんですけど、これ実際に、どういうことなのみたいな。そういう疑問があったと思うので、その辺をちょっと実例を使って少しご説明したいなと思います。ここに書いてありますが、CCABT というこういうツールがありまして、これ私が理研の時に、やっぱり理研の、チームがあったんですが、その方たちと連携して一緒に開発したツールで、なおかつ、そこのチームもちょっと理研も移られましたが、我々もちょっと JMD の方に移ったんですけど、そこでも連携して、こういうツールを使って開発を進めて、実際に仕事に使っているというようなものです。これは何かというと、プログラム構造を俯瞰的に見て理解を助けるツールです。で、これ、フォートラント C が対象で、これメインプログラムからコールしたら、do ループがあって、さらにコールして、そのコールしたサブルーチン構造が、またループがあって、さらにサブルーチン呼んで、みたいな、こういう構造をですね、if 文とか、ループ構造とか、そういったのを見ながら、構造の可視化を行っていくようなツールです。で、これ三角があって、こういうところをポチッとすると、開いたり閉じたりすることができて、そういうツールがございます。ちょっと昔は私、こういうのを手で書いてたんですけども、気が狂いそうになっちゃって、こういうツールを開発するようになったんですけど、これが多数のフォートランプログラムの解析に実績があって使います。で、これ検索していただけると公開されてますので、ちょっと使い方が難しいかもしれませんけど、もしご興味があれば検索して使ってみてください。で、こういうのを使ってちょっと、やるわけです。先ほどのこの辺ですね、ソースコードの調査にこういったものを使ってます。で、これサブルーチンダブルクリックするとそこのソースに飛べたりとか、ループ構造のそこに飛べたりとかしますので、非常に便利ですね。こういったものを使ってると。で、ちょっと今日の例としては、ナスパラレルベンチマークに MG っていうマルチグリッド法っていうのを解析するようなプログラムがありまして、それもそんなに難しくないプログラムなんですけど、これを例にして、ちょっとこんな風に調査をしますよっていうのを、ちょっと実例を出したいと思います。で、これは何かというと、これも連立乗法程式を解くプログラムのやり方なんですけど、密なグリッドからソナグリッドにこう一回落として、でさらにそこからまたそこから密入上げて、ある処理をすることによって連立方程式を解くというような方法です。で具体的には A10 イコール F っていう連立方程式を解くのに、グリッドをそのものに補完行列をかけて、F にこうかけて制限補完っていうのをこうやっていきます。でここまで来たらちっちゃなグリッドで正しく計算してやります。AU イコール F っていうのを。でさらにこれをその、密なグリッドに対して延長補完っていうのをやってあげて、残差を計算して近似解を求解するっていうやり方で V 字型でこう計算していくっていうような方法なんですね。でこれを実際この MG っていうプログラムをさっきのツールにかけてやると、こんな風なツリーが出てきます。でこれ見ていくと、まあその計測実行時間の計測のスタートとストップのところがあるんで出てくるんで、こういったところを注目してやって、それでこの繰り返しループがここにあるんで、ここでマルチグリッドの、方法をぐるぐる回してるのかなみたいなことは分かるわけですね。それで MGなんとかっていうサブルチンがあるんで、そこの中を見てみると、ループが下ってるわけですね。マイナスされてるんで、あ、これが、マイナス方向のダウンサイクルかなというのが分かるわけですね。で、これサブルチンが1個あって、さっき制限補完っていうのをやるっていうのがあったので、まあ、この辺が制限補完かなと分かります。それで、ここはアップサイクルですね。上に上がっていくところなので、そこの中にインターP、レジッド、PS インブとかあるんで、これがまあ延長補完なのかなとか、残差計算なのかなとか、近似解求解かなとか、そんなのが、まあ、ある程度予想がつくわけですね。まあ、これちょっとかなりシンプルなので分かりやすいんですけど、複雑なやつだと結構こういうのを追っていくのも大変なんですね。それで実際にその RJ3 っていう制限補完のプログラムを見てみると、実際の R と、この S っていうプログラムの配列の中身を見ると、こういうふうにやってるっていうのがこう分かるので、ああ、これはもう制限補完だなとかですね。で、ループ構造を見ると、こんなふうに M3、M2、M1 っていうのの J がついたやつですね。それの、ループで回ってて、それはさらに上で見ると M1、M2、M3 っていう配列と対応がついてると。いうようなことがこう分かるわけです。それで、じゃあ次に PS インブとかレジットっていうのをこう見てみると、やはりサブルーチン見ると、こっちは N1、N2、N3 というのは使ってるんだけど、これも対応関係見ると、やっぱり M1、M2、M3 に対応づいていると。こっちも同じような形になっているというのが分かります。それで次に今度、インター P のところを見ると、ここは MM1 とか MM2 とか MM3 っていう配列を使ってるんですけど、これもやっぱり同じように実引数を見てみると M1、M2、M3 になってると。ということで、主要な4サブルーチンは、ループ構造30になってて、M1、M2、M3 の大きさにこう依存してるっていうのが分かるわけです。そうすると、この M1、M2、M3 っていうのが結局プログラムに対応しているわけだなということで、これがその分割されているのかどうかが気になるわけですね。で、これをそのセットアップっていうところで定義してるんで、その中身をこう見てみると、あ、M1、MI っていうのは分割されてるっていうのがこう分かるわけですね。というところまで分かりましたというところです。で、次に今度、まあ、これ今のところがですね、ソースコードの調査っていうところに当たるわけですね。で、今度、実際のブロックごとの実行時間とスケーラビリティを調査するってことになるわけですけど、これはまあ4プロセスの測定でウィークスケーリングの測定をやったということです。まず4プロセスでやったと。で、そうすると、実際使用の時間は17秒になってて、さっきのレジットとか4つのメインのサブルーチンがこれぐらいの実行時間になってると。それとロードインバランスを見てみると、プロセスの4プロセスでやってるのが全部16秒ぐらいなので、ロードインバランスはないと。で、ピーク性能を見てみると 2% ぐらいで 2% になっているということが分かりました。で、ウィークスケールなんで、今度32プロセスでこう実行してみたと。そうすると、実行時間がさっきは16秒だったのが40秒に増えてると。これはなんかウィークスケールで増えてるから、非並列でもあるのかなというふうに思われるわけです。それで、ロードインバランスを見てみると、これちょっと3つしか見てませんけど、全部見てみると、39秒になってて、ロードインバランスはなさそうだと。ただ、不思議なことに、ピーク性能比が 2% だと。これで、ノード数を増やして、やって実行時間が増えてるんであれば、ピーク性能比は悪くなるはずなんですね。それが 2% でさっきと変わってないっていうのがちょっと不思議だなということで調べてみると、17から40倍、40秒に、実行時間は 2.5 倍増大してるけど、ピーク比は 2% で変わらないということで、落ちるはずなんだけど、ピーク比が落ちてないと。で、実際に中身を見てみると、32プロセスでは、イタレーション回数がウィークスケールなんだけど、2.5 倍に設定されていたということが分かりました。ということは、2.5 分の1すると16秒なんで、もう実行時間は増えてないということですね。ということは、ウィークスケールでスケーラビリティとしては良好なんで、ということは、非並列はないということが分かるわけですね。で、並列化の観点では問題ないということで、これがさっきのちょっと本当に簡単な例なんですけど、物理的な処理内容というのは、これは制限補完だと。それで、この4つがこう主要なプログラムで、延長補完、残差計算、簡易休暇。で、実際にやってみたら、実行時間のスケールラビリティは良好だったと。で、並列の調べてみたら、演算とか通信特性は全部完全並列になってて問題ないと。で、その体系の全部 N に比例しているということで、この4つがカーネルだなということで、公平列特性を評価しますと、ちょっと本当にシンプルな例なんですけど、こんな感じで実際やるんですよということをちょっとご説明いたしました。で、ちょっとあと5、6分残しましたが、ここでちょっとまとめとして、今日は並列化できるアルゴリズムとして、ちょっと反復法について説明しました。ちょっとこの辺は馴染みのない人にはちょっとややこしかったと思うので、もしご興味がある方は教科書等を見ていただけるともっとより理解が深まると思います。あと2点目はアプリケーションの性能最適化ということで、統一したやり方で性能最適化の流れっていうのをちょっとやってみた方が、公平列化のための性能最適化っていうのを分析、ご説明したような方法でやってみたらいいんじゃないかということでご説明させていただきます。あと、並列性能のボトルネックとして考えられる点を何点か6点でしたっけね、説明しましたので、実際、次回にはその解決法みたいなことを説明したいと思います。で、2点目、3点目について、簡単な事例ということで、ナスパラレルベンチマークの MG を例に実例を示しました。ちょっと説明がちょっと駆け足になった部分もあって申し訳なかったんですが、以上で、ちょっと今日のお話は終わりにしたいと思います。はい。はい、どうもありがとうございました。